伊藤由美は日本の女優、歌手である。旧芸名、アヒョ名、アイコニック。2020年1月まで ABEX マネジメントに所属。鳥取県鳥取市出身の在日韓国人3世。韓国のアイドルグループ、シュガーのメンバーアヒョミとしてデビュー。シュガー解散後阿ヒョ名としてのソロ活動を経て帰国し、伊藤由美の芸名で日本を拠点に、主に女優として活動。 ロサンゼルス留学の後、2010年に、私が変わるの、キャッチコピーで、アイコニックと改名し歌手として、再デビュー。2016年より芸名を再び、伊藤由美に戻して、女優業を中心に活動する。1984年在日韓国人2世の父親と韓国人の母親のもとに生まれる。中学1年生の時に聞いた。 宇多田ヒカルの曲に衝撃を受け歌手を志す。中学2年の時に母親と韓国旅行に行った際、ソウルミョンドンでスカウトされるも、父親から韓国語を話せないなどの理由から芸能界入りを反対されていた。2000年度、途間芸能界デビューするためレッスンを行う。2001年末に韓国のアイドルグループ、シュガーのメンバーアヒョウミとして、 韓国でデビューを果たす。2003年に所属事務所、スターワールドはホリプロと契約を交わし、翌2004年にシュガーは日本へ進出。日本テレビの音楽戦士ミュージックファイター K-POP 大図鑑を担当。2005年には X メンなど多くのバラエティ番組で活躍する。年末 MBC 放送芸能大賞受賞。2006年には高田組がカバーした。 キューティーハニーの韓国語訳詞を手掛け、この曲でアヒョウとしてソロデビューも果たし、同曲を含むシングル2作品をリリースした。同時にローマ字表記をアヒョウからアヒョウミに改めた。同年12月31日、シュガー解散。2007年2月14日、ソロ歌手アヒョウとして SM エンターテインメントに移籍し、 ボアや東方新規らと同じ所属事務所となる。同年7月5日、SM エンターテインメント所属の歌手によるコンピレーションアルバム2007サマー SM タウンの2曲目に収録されている旅行に行こうにワンフレーズだけではあるが参加し、これが事実上事務所移籍後初の CD リリースとなった。2008年、エ b ベックスエンターテインメントに移籍し、伊藤由美として、 日本を拠点に女優として活動を開始。日本テレビの連続ドラマ、貧乏男子ボンビーメンに出演。2009年1月、初の主演映画、約束の地が公開。同時期に、アメリカ合衆国ロサンゼルスへ留学。音楽、ダンス、語学を学ぶ。2009年11月、東名阪での野外ボードにてロングヘアを大胆にカットしたベイビーショートの アイコニックとしてのビジュアルが初公開され、歌手として再デビュー。2009年12月9日、リズムゾーンにより、再デビュー1枚目のシングルで、エグザイルのアツシとのコラボ曲、I イ・ m Loving You が発売され、上野樹里が出演する、マキアージュの CM 曲として起用された。2010年が日、資生堂は、彼女の単独写真広告を新聞各紙に掲載した。 二枚目のシングル、チェンジマイセルフは、彼女が出演する、マキアージュの CM 曲として起用された。2010年2月24日に一枚目のアルバム、チェンジマイフィスからの3曲が、着歌サイト別に配信された。エムフローのバーバルとコラボレーションした、ID フィーチャリングバーバルはミューも、アメリカのカシマドンナの、ライク・ア・バージンのカバーはミュージック .jp、クリスタル・ガールは、 ドワンゴで配信された。2010年3月8日、アルバム発売前日の9日から、資生堂や全日空、スターバックスなど7社の CM に出演することが発表された。再デビュー後発となるアルバム、Change Myself は、オリコン週間チャートで3位を記録した。女性歌手のデビューアルバムが、 同チャートの3位以内に入るのは2007年12月に荒垣結衣のアルバム空が2位になって以来2年3ヶ月ぶりである一方アルバムの実売枚数は4万枚程度で億単位に上るとみられるプロモーション費の元を取るのは困難であるという報道もあったがヤフー、ジャパンの5000万人が選ぶネット番2010音楽、部門新人アーティスト賞で 最多得票を獲得、レコ直年間ランキング2010、新人アーティストランキング、着歌部門で、女性ソロ1位獲得、さらにコラボ曲、I am loving you が、2010年、スタヤ年間ランキング CD レンタル部門、限定シングル1位を獲得した。また、同年11月25日のベストヒット歌謡祭では、地上波テレビ初出演し、歌唱、同年末の、 第52回日本レコード大賞でも新人賞を受賞した。2010年、2011年と夏の野外フェスティバル、A ネーションに2年連続出演。2010年はこの年リリースしたシングル、東京レディー。2011年は未発表曲、レディースを披露した。2012年3月14日、昨年の A ネーションで初披露された、レディースと新たに作られた新曲、 メイク IT ライトをデジタルシングルとして同時リリースした。音楽活動の一方で、ガールズアワード2012スプリング、サマーなどのファッションイベントにも出演し、写真展、アイコニックアンノーン展を開催。女優として2011年4月の、どんどん晴れスペシャルを皮切りに、間違われちゃった男、白衣の涙などのテレビドラマに出演。 2013年1月には、ビューティー演劇、14番目の月、僕たちが記事をきれいにします。で、初舞台にして初主演、同年11月には、宮本アモン演出の、メリーリー・ウィー・ロール・ア・ロング、それでも僕らは前へ進むで、ミュージカルに初出演し、ヒロイン役を演じた。2016年8月10日発売の雑誌、センスグラビアを皮切りに、 伊藤由美に名前を戻し、女優業を中心に再始動。8月26日発売の写真週刊誌、フライデーでグラビアに初挑戦し、撮影のために作り上げた究極ボディを9ページにわたって披露した。同年9月の舞台、リライフで伊藤由美として初舞台に立ち、女優業に本格復帰した。2017年5月には、 母になるで3年ぶりにテレビドラマに出演。同年7月には、富士テレビ月9ドラマ、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命、ザサードシーズンにレギュラー出演する。2020年1月30日をもって、所属事務所、a ク x マネジメントを退所。脚本家の邸義信とは、当園の親戚にあたる。母語は日本語だが、現在では韓国語も、流暢に話す。 在日韓国人2世の父親と韓国人の母親のもとに生まれ、韓国籍。日本国内では在日韓国人として事務所が大きく公表することはないが、シュガー時代は、風と花束、プレゼント、ハートソウルの反則用フライヤーにおいて国籍が韓国であると明記され、それ以後のものにも同様に記載された。上記のように日本にて再レビューするにあたり、 韓国でのシュガー時代の経歴を意図的に隠したのではないかという批判がかつてあった。しかし2012年現在では公式プロフィールでもシュガー時代の経歴は表示されている。また2012年2月15日にグータンヌーボに出演した際には本人の口から韓国でのキャリアが語られ字幕でもシュガーとして活動していたことが紹介された。趣味は乗馬と絵を描くこと。 特技は幼い頃から習っていたダンス。好きな歌手は、アリシア・キーズ、リアーナ、クリスティーナ・アギレラなどの洋楽の女性アーティストら。伊藤由美名義アイコニック名義 SM タウン、SM タウン、サラン同時 T、12ラブストーリーズにアイリ・ DJ、カオリ・フィート、アイコニック、ミス・ユー・マイ・シーズン、アイ・ウィル・ラブ。ありがとうございます。